いやあ、せつなけいすけだよ。今回は、コールオブデューティー、ゴーストの実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回、フリーフォーオールでやっていきたいと思います。オクタン。中距離戦、遠距離戦が多いステージですね。屋内戦があって、そっからスナイパー。前も言うた気がするな、これ。とにかく、中距離、遠距離やけんね。そこそこ射程がなかった厳しいステージ。こういうステージで俺は使うのはライトマシンガン M27。こいつの利点はライトマシンガンの中でも射程が長くて安定感がある。その代わり連射力と威力は少ないが、そこをラビットファイヤーでちょっと連射力の分の方は強化したカスタマイズ。ライトマシンガンは遠距離系の武器やけど、俺はちょっと中距離的な戦い方をするためのセッティングにしてやる感じです。さてどうする。ライトマシンガンの弱点は機動力の低さ。攻めずにちょっとゆっくりしようって、今度は後ろからやれるパターンなんですよ。これ見てみ、これ見てみ、あら機動力の遅さが弱点。ブヨブヨしちゃったらやられる先に。あ、危ない。しかし手数が多いんだ。弾薬が多いからね、ライトマシンガンは。だからたまにゴリ押しでやって倒せることもあると。なんて言ったら100発入っとる。ワンマガジン100発っていう。一人きょんな。この音はやっぱこっちから。ほら見てみ、ほら見てみ、ほら見てみ。足音聞こえたわ。ショットガン持っとる。いらない、ぞ。よいしょ、ナイスショットガン。早速役立った。ああしまった。やっちまった。接続でのショットガンだったんだけど、ショットガンで攻めてもよかったところやな。お、なんかおるな。飛び込んでみたろ。あ、ちゃうわ、中のやつちゃうわ。おら4位になってから、あーレーダーに惑わされてる。レーダーばっか見すぎるもん。あっ、ひー、中入ってくるか。攻めるか。ちょっとチラッと見ておく。え、どうした。仕上げだな。よっしゃー、なんとかラッキーだよ。かな、おるな。後ろから機動力の遅さ。ブヨブヨしとったらこうなるよ。機動力がただでさえ遅いんだから。優柔不断になっとったら戦いはできない。え、バック、え、IS、なんだったっけ、 IMS 地雷だったっけな。もう設置した人おる。おった。音を聞き分ければ何とかなる。そうそう、このゲームは音が重要なゲームだ。これだけ音が重要なゲームだって音ゲー以外にはそうないぜ。向こう側に敵が固まっているみたい。この辺から敵が遭遇するんじゃないかなと思ったけど、まだか。さて、ここの醍醐味のところであるこの場所、向こうから狙ってき合いの遠距離戦ってことはよくある方なんやけど、おるかな。足音なし。ここは突っ切っていった方がブヨブヨしとるよりかはマシなところ。おらんな。おる、来るぞ、前から。あれ死んだかな。あれ、俺が駆けつける前にもう死ぬんやな、みんな。右、来るぞ。こっちから、音的にこっちから。あー、あれー、あれー、あれー、あ、こっちから。上か。に狙えたらいいんだけど、どうしようかな。もうやられてるやん。俺が駆けつける頃にはもうやられてる事件が発生してますね。俺のキルする分が、あ、足音で分かった。足音で、ほんとこのゲーム足音が重要だわ。あー、ショットガン、くそ。
さっき役立ったショットガンの持ち主か。さっきはありがたいけど、今は勘弁。次の手は、こっち側から一人くらいおるんじゃないかって呼んで、こっち来たものの。上か。上にいたとこ持っとんか。来い。とりあえずここいただいて、このポジションいただいて、来るやつを叩くなり、中には入って叩くなり、好きに死んだって感じでいこう。わーおわーお怖い怖い。怖いったらあれはせんよ、最初。他覗き込むのはちょっとグのこっちだと思う。多分バレとるもんな、こっちの中におるん。いや、撃った時にバレとるけど。敵のサットコムを発見。あっしょ怖い怖い。なあ、満を持して満を持して、よっしゃ、満を持してが成功。登ってきてる、登ってきてる。いい対応力だ。終わりながら、なんだか、あっ、危な、ショットガンが、ショットガンいただきます。ここじゃショットガンの方が強いけんな。オラクルだ、タイミングの重要。あぶな、後ろから撃たれよった。このままじゃまずいよ、ほんと。ヒーヒヤホー、なにこれオラクル登場。きっちりキルは取れてるんだ、オラクルとか。そういう、あーん、上おるんじゃ、上立てこもったやつが仕掛けとんじゃ。まあ俺は俺のやり方でいくよ。まだ上に地雷残っとんだな。おっと、ナイス、いいところに出てきた。後ろ、わあわあ、まだショットガンやろうか。ショットガン好きやね。射程欲しいステージないんかな。あーおっす、危ない、ナイス、第一勝力。あ、なんとかなりよるな。近い、足音が聞こえよ。どっちだ、中が。なんかならこいつで強襲してもいいんやけど、まあ、その前にそこも置いてから考えるか。なんかおるな、一人おるな。近づいてきた。ナイス、ショットガンでもよかったな今のは。まあ、大変。多分向こうから今の音を聞きつけてくるやつと、まだ中にもおるんか。なら中のやつを先に退治した方がいけない。あ、終わった。わあ、2位じゃ、今回2位か。前回に続いて一つランクを上げたって点では良かった、良かったんだけど、ここにあったんじゃ IMS 上かと思った。19キロ8ですですよ、進歩進歩。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。